ははいこんにちは片山です、えー、今回はですね頭の良さや仕事勉強の成果は持って生まれた能力とは関係がないという話ということでですね、えー、話をしていきたいと思いますであのこの話あの誰に向けて話してるかっていうことなんですけどまあ何のためにこの話をしようと思ったかとかね誰に向けて話をあのしようと思ったかっていうことなんですけど でこれはですね、あの僕は今あの、高校生でですね、教えている高校,高校2年生の生徒ですね。まあ、男子生徒なんですけど、教えている高校2年生の男子生徒と。で、この子はあの学校の先生になりたいんですよね。学校の先生になりたいと。で、あの学校の先生っていうのは、 まあ今もう少しでセンター試験ってなくなってしまうんですけど、まあ、センター試験でいうと75%取れればですねなれ、慣れてしまうんですよ、慣れるんですね。で、あのー、僕自身は、これ、あの僕も昔学校の先生目指してたからあのよくわかるんですけど、まあ、そういう感じで、であの僕が彼に伝えていることっていうのは、 その学校の先生を目指すとして、じゃあ75%でいけるんで、みんなそうやって目指すんですけど、そうじゃなくて、あのまあ、それだとねあの上、高ければ高いほどいいじゃないかと。でまあ、ちょっとこれはあの極論というかです、ねあの、きつい話になるんですけど、普通に、ね、75%で先生になって、それだと他の先生と変わらなくて、なめられるぞと、ね。で、そうじゃなくて、まあ、90%を目指しなさいみたいなことを言ってるんですよね。 90%を目指しなさい。で、90%っていうのは、これ何かっていうと、医学部レベルとか、まあ、とか、東大レベルなんですよね。あの、医学部に行ける人って、東大にみんな行けるんですよ、実は。あの、学部を選ばなければですけどね。あの、東大の医学部に行くとかは無理なんですけど、あの、まあ、医学部って、その受験勉強の最高峰みたいなところがあって、まあ、理系だと医学部で、文系だと法学部みたいなね。 でやっぱその法学部と比べても、やっぱり医学部っていうのは、もう本当、一番高いと、まあ、90%ですね、900点満点の810点で、センター試験で75%っていうと、900点中の675点となると思うんですけど、まあ、それでですねあの先生を目指すにあたってね、そのまあ、普通は75%で、まあ、そういうラインがあるので、そうやって目指しちゃうと思うんですけど、そうじゃなくて90%目指しなさいと、まあ、これを結構しつこく言ってるんですよね。 で、あの、僕自身ですね、まあ高校の時っていうのは、先生になりたかったので、まあ大したことない生度でしたよ、すごく。まあ75%は確保して、ね、であの教、教育学部で先生になりたいっていうと、まあ、広島大学とか筑波大学とかが一番いいんですけど、まあ僕の場合はそんなところにはなとても行けなくてですね、まあち最初、千葉大に入って、 で、広島大に入ってとか、まあ、であんまり言いたくないんですけど、途中に福井大学っていうのがあるんですけど、まあ、最初、千葉大学に入って、この頃はですは、ね、千葉大とか金沢大とかを目指してたんですよね。まあ、でもいろいろありまして、あの1年で辞めて福井大学に入り直して、千葉大の頃は理科だったんですけど、福井大学の頃は国語で行って、ですねで、広島の大学院に行ったと。 まあ、で全然大したことないですね。その75%覚悟してるんですけど、まあ、高校の勉強ほとんど分かってないみたいな感じで,で、すね点数だけ取ってるっていうね。でそれがですね、まあ、26歳の時っていうのは、まあ、僕はずっと大学の先生を目指してですね、研究者を目指してずっとやってきたんですけど、まあまあ、それもいろいろあって、26歳の時にですね、まあ、広島大学の医学部を目指したと。 でこの時って別に全然その能力上がってたわけではなくて、っていうか逆に落ちてると思ってましたけどね。で、時間も8ヶ月しかなかったですし、でも結果を言うとですね、まあ、センター試験の練習で、まあ、ちょっと本番失敗しちゃったんですけど、センター試験でまあ9割810点取れるようになってですね。 で、まああの、それ以外には900点中の810点取れるようになったりだとかで、それ以外には、まあ、ちょっといろんなところでドヤ顔で話してるんですけど全国で全国模試で96番っていうのを取ったことがあるんですよね96番全国でですよ日本全国で、まあね、僕自身今はこんなの大したことないと思ってるんですけどあんまり大したことだとは思ってないんですけどまあまあそのみんなをですね こういうふうにできるんだぞってことをちょっと励ます意味でというかですね、感じさせる意味でこれをま言ってるんですよね。で、あの、まあ、そういうふうに僕自身はやりました。で、まあこ今回この動画を作った時にですね、そのそうやって言うんですけど、90%目指しなさいとかね、あの医学部行けるぐらいの力をつけて、でそれで先生になりなさいと、まあ、そういうことをあの高校2年生のねこの教えてる生徒に言ってるんですけど。 まあ、ちょっと考えていたんですけれども、まあ、おそらくですね、まあまあ、彼の気持ちを予想すると。予想すると、まあ、おそらくですね、その、なかなかうまくいかないと思うんで、そうやって目指してもですね。なんで、まあ、どうせ、どうせというか、僕はそんなに頭が良くないとかね。 まあ,あの90%目指すというか、医学部受ける人って、もう高校の中だと一番トップの人たちなんで、もう違いが分かってですね、成績上のね。で、なんか頭,頭もなんか作りが違うんじゃないかなとかね。だから、その先生は賢かったんだとかね。僕はそんなに頭が良くないんだよなとか、多分思うんじゃないかなって思うんですよね。で これ僕もそうやって思ってたんで、その75%ぐらいしか取れなくて、まあま、あそれ結構いい方だとは思うんですけど、国公立に行けるレベルなんでね。でもやっぱりその、なんか難関大に行く人ただとか、それとかですねあの、医学部に行くような人たちだとか、まあ、東大、京大、阪大とかね、全然違うんだろうなと、そうやって思ってましたので,でそれ、でも大学に入ってですね、なんか研究者目指すってときに、 やっぱりその、まあ、入った時はですね、あのまあ、東大の人たちとは違うんだよなとか思いながら、でもやっぱり研究者を目指すってことは、日本一を目指そうっていう話になったんで、日本一を目指さないと研究者になる意味がないと、そうしないとなんかそのコピーになるっていうね、他の誰かの言ってることをそのまま請け,け負いするような、そういう研究者になってしまうから、それは研究ではないと、まあその教え、教わってる先生に習ってですね、で日本一を目指せと。 はいわかりましたたっていうことでやってたんでやんすけどでそういう時にやっぱりこういうふうに思っちゃうんですよね僕もねどう,どうせ僕そんな頭良くないんだよなとかまあなんかねその広島大その教えてもらってる先生は広島大のなんか、まあ、いわゆるその中でもエリートみたいな人だったんでもう有名な人だったんですけどこの人とはちょっと違うんだよなとかまあ僕もそういうことを思いがちだったんですよね。で ただ、ですね、その,26あの、まあ、だからおそらくこの生徒とかもですね、そうやって思うんじゃないかなとでそうやって思ってる人結構多いと思うんですよね、日本全国ねで、ただ、その僕がやったことっていうのは高校の時はそういう感じだったんですけど26歳の時にですね、医学部目指したと、まあ、目,指ささ目指さざるを得なくなったっていうことなんですけどで、そうするとですねで、全然能力変わってないんですよ。 全然能力変わってなくて8ヶ月しか時間なくて6月に始めたんでねで全部自分でやらないといけないと教えてくれる人いないとできるんかなみたいなでやるぞとは思ってるんですけどで,でもねあの高校の時に全然異次元と感じてたというかですねあの人たちちょっと宇宙人っていうか人間なんだけど宇宙人みたいな呼んでたみたいなですねそういう人たちと勝負しないといけないわけですよね でしかも、またこれね、自分の地元の福井大学の医学部だったらまだ良かったんでしょうけど、なんか広島って福井からすると、なんか都会でですね、そういう都会の医学部って、なんかもう、すんごいなんか訓練してるんでしょうと。大体、医学部目指すみたいな人って、高1からずっとやってたんですよね、僕は高1の勉強はさボっちゃったんですけど、なんか医学部目指す人はやっぱ高1からやらないといけないってことで、ずっとやっててで、その中でもですね、その都会の医学部なんてなかなかいけないと。 で都会ってね、なんかその予備校とかが結構あるんですよね。あの、寸大であるとか、河合であるとか、まあ今ちょっと不動産会社みたいになっちゃいましたけど、ヨゼミだったりだとかね。で、僕らが福、あの、そういうところの予備校に行くっていうと、なんか福井から、あの寮、寮に住んでですね、名古屋とかにみんな行ってましたけど、浪人した人たちはね。で、そうすると、とその都会の医学部の人って、 まあ言ったら高1からやってるのは当たり前でそういう予備校とかに行っててねその医者を目指すような人たちはで場合によっては中学校1年生ぐらいからもうなんかそれを目指してやってるとでそんな人たちと戦わないといけない枠70とね七70人しか入れないでまあそんな人たちと戦わないといけないとできるかなっていうできるかなっていうかできないだろうなと思いながらでもやるしかないからやってるみたいな感じですね やっぱりやるからには受からないと意味ないんで必死にやるわけですけど、全然能力変わってないんですよね、その高校の時と。でも26歳の時は、その8ヶ月しかなくて誰にも習えずも仕方ないから自分でやりまくって、で、センターで810点取れるようになったと。で、全国で96番取れるようになったと。これ、医学部模試で広島大学医学部で8番だったですかね。山口大だと2番。で、それぐらいの成果が出せたんですよね。で、その時に、 その経験を踏まえて、ですね僕がそのすごく伝えたいことって、頭の良さではないんだっていう感じなんですよね、その結果を出したのはね。本番落ちちゃったんですけど、失敗してね、でもそれでもあの70人枠で普段300人受けに来るところが、僕らとしてはなぜか600人ぐらい受けに来て。 まあ落ちたときにですね失敗したんです、そりゃそうだよなと思って、よくて300番ぐらいかなと思ったら90番だったんですよね、5月ぐらいに結果開示するとね。まあ、だからそれなりに成果は出したと思うんですよね、まあれながらというか。で、まあそれなりに成果を出したと。で、その,その原因は、頭の良さではないってことです。 でこれは何かっていうと頭の良さではないじゃ,じゃあ何なんですかとでそれを言うとですねやり方なんですよね勉強のやり方勉強のやり方なんですまあいくつかちょっと挙げておくと僕はやり方が一番大事だって思いますけど、まあ、その方向性が間違っちゃダメで つまり向かう方向間違ってはもう意味がないと、まあ、僕、よく話すんですけど、福井県からですね東京行きたいみたいな時きに、まあ、頑張るぞって言って、ですね地図でいう、まあ、左側というか西側に進み出したその時点で終わりなんですよね。どんなに頑張っても意味がないと。方向性、一番大事と。どこに向かうか。で、まあ、方向性あのしっかりしてたら次、やり方なんですね。やり方。で、もう一つが努力です。努力ね。 努力力精神力、まあ、大人になって学んだ言葉としてはマインドなんて言葉もありますけれどもマインドとかモチベーションとかね、まあ、つまりこ,のこ,いつらでこいつらが大事で方向性やり方そしてマインドと、ね、考え方だから頭の良さって全く入れてないんですよね 入れてないし僕自身も頭の良さなんて全く大事と思ってないですし、てか、なん,かなんなら僕はバカだと思ってたんで、自分のことをね。それはね、その反対意見もあると思います。いや、そうは言ってもね、75%取れて、国公立大砕いてて、その優秀じゃないですかと。だからそういう、まあ、意見はあると思うんですけど、まあ、でも当時の僕からするとですね、もう自分では75%取りながら、これね、うまく取った感じで、まあ、実際はですね、全然高校の勉強理解してませんし、で、あのね、 医学部の人たちと比べるとで8ヶ月しかなくて独学でやらないといけなくてしかもですね僕はなんか自分自身頭悪いみたいな感覚がずっとあるんですよね昔からね小学校の時頭悪かったですしで今でもなんかその頭の中で考えるとかすごい苦手でなんか人の方が頭の回転早いんですよね自分よりねその勉強してるみたいな人じゃなくてもね普通の人でも僕はちょっと自分ではすごい頭が悪いみたいな感覚があってですね で大学の研究者目指してる時も僕うまくできませんでしたから、すごい勉強は頑張ってやってたんですけど、でもそうかと思うとなんか全然勉強してない女子みたいな子の方が論文書くのうまかったりとかね、ちょっと意味が分かんないんですけど。で、まあ、そういう経験を踏まえてですね、こういう大学の研究してた時とか、とか、昔のこととか、まあ、今の生活とかで、この医学部受験の経験とかね、そういうのを踏まえて僕がつかんだ一つの重要な考え方っていうのが、 もうやり方がすべてとで。つまり僕この医学部の勉強した時ってとにかくすんごいやり方工夫したんですよね自分なりにねあのこうしてこうしてこうしてと、ね、大事なものはこれでとかねまあだから例えばその大事な大事なことは何かとか でみんな無駄なことばっかやってるんで、無駄なことを全部そぎ落として、で、しかも、無駄なことやってる割に大事なことやってないみたいにみんななってるんで、そうじゃなくて、大事なことだけをしっかりやると。他は全部捨てるってことですね。いらないものは捨てる。まあ、例えば僕は高校で習う漢文の勉強とか授業全然いらないと思うんですけど、あのも自分でやってればいいんでね。いらないものは食べるって書きそうになりましたが、いらないものは捨てると。 であるとか、問題集の回し方であるとか、とかですね、まあ例挙げるとキリないんですけど、ラインマーカーの使い方とか、まあちょっと枝葉ですけどね。とか、学習の管理の仕方とか。 まあ何でもありますよね。いくらでもあげれるんですけどとにかく僕はやり方ばかり工夫していてとにかくもう効率のいいやり方効率のいいやり方と、ね、で今もその経験をもとにですね何でも僕はやり方ばっかり考えててやり方と努力ですねやり方と努力努力できてるかと自分でねもうこれ以上ないぐらいでこの考え方とかマインドとかこういうのを高めるっていうのはすごい大事で やり方よくてもね、やってないとできないですからね。当たり前ですけど。まあ、なんで、とにかくやり方が大事なんだと。で、その能力とか全然関係ないってことです。もう、なんなら僕頭悪いんで、でもそれでも、医学部事件の時は結果を出したんで、それなりにね。まあ結構、なんかその人が、人が聞いたら驚くと思うんですよ。全国で96とかね。その、福井県で96番とか取ってもすごいですから、福井県で300番取ったら結構すごいと思うんですけど、それは全国でなんで。 でそういう時にですねその、なんかそういうのを聞いた時にあに、まあなんかそん、それはなんか僕とは違うんだとか思わずにですね、いろいろありますよね、なんかドラゴン桜とかビリギャルとかありますけど、ああいうのを見た時に、こんなの嘘でしょとか思わずにですね、あれ、実話なんでどっちも、実際にやった人がいるってことですよね。 なんで、その、そうやってやった人がどういうふうなやり方をしたのかと。ね、例えば僕、堀江、エモン大ファンなんですけど、堀江ンあれなんですよね、半年で東大合格したんですよね。半年しか勉強してないと。で、僕らから見ると、あの人天才でしょってなるんですけど、彼も言うんですよね。いや、僕は天才じゃないと、全然ね。なんか天才っていうと、なんか、あの竹中平蔵さんだとか、村上ファン、ファンドのね、村上さんだとか、もう本当頭いいよね、と。 でそんなのに比べて全然賢くないんだと僕は。ね、でもなんかやり方をねすごい考えたとかあのもうそれだけしかやらなかったであるとかまあそういうことを言ってましたけど僕はその話はすごい分かってまあ僕と堀江も全然レベル違うのはまあ承知の上なんですけど言ってることはすごく分かって。 でそのどうせ僕はできないとかね、頭が良くないとかね、先生は違うとかね、そういうことを考えたって、何の生産性もないというか、いいこと一つもないんで、そうじゃなくてですね、もともと僕は頭悪いんだよなとかね、いろいろ悩むと思うんですよ、勉強してる人ってね、とか仕事してる人とか、でもそんな関係ないんで、全く関係ないんで、ね、でとにかくそのやり方を良くして、良くしまくって、改善しまくるんですね、工夫すると。でそして努力をすると。 もうこ,のこの2つにつきますね。まあ、だからそう,いうそういうことをですねあの常々考えてほしくて、えー、この動画をと、えー、作りましたあの。この動画をですねご覧になって、ですねぜひですねその感想であるとか、考えたことだとかね、あのあの連絡してもらえると、すごい僕としても嬉しいのであの、どんどん送ってください。お待ちしています。えー、では、今回は以上です。ありがとうございました。